はい、どうもすなみです。今回は平日の夜の過ごし方について紹介します。マレーシアに移住して変化した点やライフハックなどをシェアしているので、ぜひ最後までご覧ください。お疲れ様です。仕事が終わってお腹が空いたので、とりあえず夜ご飯をいただきに行こうかなと思います。夜ご飯を食べに会社の近くにあるローカルレストランにやってきました。ここは自分が好きなおかずをとって、で店員さんが後から何輪切りだよって教えてくれるシステムのお店です。でとにかくリーズナブルで美味しいのでよく通っています。いただきます。マレーシアでは外食の方が安くて美味しいので、ほとんど自炊をしなくなりましたね。ちなみにこちらのナスレマは10レンジで、だいたい10から15分くらいで美味しい外食を楽しむことができます。でね、マレーシアではマレー料理、中華料理、インド料理などなど外食のレパートリーがかなり豊富なので、そこもね助かっています。電車に乗ってこれからお家に帰ります。でマレーシアでは結構公共交通機関は充実しているんですけども、映像を見て分かる通り、東京と比べてそんなにゴミゴミしていないので電車が非常に快適です。マレーシアに移住して初めの1年間ぐらいはグラブばっかり乗って全然ね歩かない生活をしていたんですけども、そしたらね激太りしちゃって、なので今はなるべくね公共交通機関を使ってグラブを使わない生活を送っています。デザートを購入しにナイトマーケットにやってきました。マレーシアではこういったナイトマーケットが毎晩開催されるんですけど、あやはせよ、毎晩お祭り気分でめちゃめちゃ楽しいんですよね。ここは 200m の通りにぎっしり屋台が並んでいて、で、さっきみたいにいちご飴だったり、こんな感じの海鮮であったり、あとはトロピカルフルーツなんかもたくさんあったりして、見てるだけでもとっても楽しいんですよね。マンゴージュースオーダーしました。いただきます。やっぱり東南アジアのトロピカルフルーツは格別ですね。日本ではこんなに濃厚なマンゴーは味わえないので、ついついねマンゴージュースばっかり頼んでしまいます。自分のお部屋に荷物を置いてリビングにやってきました。ここからはリラックスタイムですね。皆さんは平日の夜何をして過ごしますか？私はアニメを見るのが大好きなんですよね。で今夜はネットフリックスで劇場版名探偵コナンの迷宮のクロスロードを見ています。皆さんコナンの映画何が好きですか？私は他にはねベーカーストリートなんかも大好きなんですよね。でマレーシアに住んで少し困るのが、日本で見れていたコンテンツやサイトにアクセスできない場合があることなんですよね。で私が今見ている劇場版名探偵コナンは実はね本来マレーシアで見ることができないんですよ。でそんな時に役立つのが VPN です。 VPN とはインターネット上の位置情報を世界各国自由に変えられるもの でこのように位置情報を日本に変えることで劇場版名探偵コナンを見ることができるんです。理由はよくわからないんですけども、マレーシアでブロックされているコンテンツって他にも結構あって、私はねサッカーが好きでダゾンで J リーグの試合なんかも見たりするんですけども、それも位置情報を日本に変えないと視聴することができないので、マレーシアに移住してから VPN にはかなり助けられています。で他にも VPN を使うメリットってたくさんあって、例えば無料 Wi-Fi を安心して利用できることですね。でマレーシアではカフェやショップショッピングモールでフリー Wi-Fi をたくさん使えてラッキーって感じなんですけども、第三者に通信内容を悪用される可能性があって、クレカの不正利用なども非常に多いです。実際私の友
友達なんかも被害に遭っています。なのでフリー Wi-Fi を使うときは VPN をオンにして個人情報を保護するようにしています。あとは航空券やホテルをより安く確保できる可能性があることですね。これはどういうことかというと、マレーシアにいるときと日本にいるときで同じサイトで同じ便や同じホテルを見ても大なり小なり価格差があります。これはマレーシアと日本に限らず他の国でもそうなんですけども、アクセス地域によって目的地の人気度や長期休暇の違いなどが理由で生じているようです。このように VPN を使って位置情報を他国にすることで旅費がかなり浮く可能性も大いにあるということです。でマレーシアに移住して会社での有給休暇が取りやすかったり、他国と隣接していることから海外旅行の機会もかなり増えたので、これを知った時には目から鱗でした。で私が使っている VPN サーフシャークは概要欄からチェックすることができます。でさらにスナミマレーシアを入力していただくと最大追加4ヶ月分を無料で使えちゃいます。でさらに自分には必要ないなって感じた場合は30日間は返金保証があるのでご安心ください。スタディールームにやってきました。ちょっとねごちゃごちゃしていて申し訳ないんですけども、はい、この日はたまたまクライアントとの打ち合わせがあったのでミーティングをしています。で普段この時間は YouTube やショート動画の編集をしていますね。でマレーシアの職場では定時ぴったりに帰宅してワークライフバランスがスーパーいいです。なので夜自分の時間が増えてプライベートの時間を有意義に使えることが本当に最高だなと感じています。コンドミニアムの共用施設にあるジムにやってきました。息抜きに30分間ほどランニングをしていきたいと思います。ジムで運動して疲れたのでプールサイドで黄昏れています。この時間はすごく涼しくてめちゃめちゃ快適なんですよね。プール冷たすぎて誰も泳いでいません。マレーシアに来てから良くも悪くもストレスフリーでなんかねご飯をたくさん食べるようになっちゃって太りやすくなったので、このような体型管理はしっかりねやるように心がけています。でお休みの日なんかはヨガとかピラティスなんかにも通っています。でマレーシアではこんな感じのジム付きのコンドミニアムが多いのでしっかりねそういうのは有効活用したいなと思っていますね。私の大好きな入浴剤を入れていきます。でマレーシアってなぜかわからないんですけども入浴剤がめちゃめちゃ高くって1箱1000円ぐらいするんですよね。日本の3倍するんです。なので誰かね日本に帰ったらこういうのお土産で買ってきてもらえると非常に嬉しいです。でマレーシアは常夏とはいえ建物の中は冷房が効きすぎていてめちゃめちゃ体が冷えるので毎日15分以上は湯船に浸かって体の底から温まるようにしています。でね日本とは違って追い炊き機能とかあと40度でお湯をためるとかそういったことができないので少し不便には感じているんですけども、まあねお風呂は気持ちいいです。シャンプーやリンスは日本製品を使用しています。でマレーシアではドンキやドラッグストアへ行けば日本の製品を多く扱っているのでそこも便利だなと感じています。海外の水質って日本よりもミネラルが多すぎて肌が荒れたりハゲやすくなると感じる日本人が結構多いみたいなんですけども、我が家では軟水変換器を設置して日本と同じ水質で生活をしています。これを使うようになってからねかなり QOL 爆上がりです。スキンケア用品は全て日本でもマレーシアでも購入できるものを使用しています。でマレーシアは常夏なので日焼けしやすいんですよ。やっぱり肌が乾燥するとすぐね焼けてしまうのでしっかりと保湿をしていきます。ただマレーシアに来て年中温暖な気候のせいかニキビが一切できなくなり肌のコンディションがかなり良くなった気がします。あとね、ストレスがないからかな。
それではドライヤーで髪の毛を乾かしていきます。ドライヤーは日本から持ってきたものだと電圧が違ってマレーシアでは利用できないので、マレーシアの野島で購入したパナソニック製品を使っています。これはナノケアのラインナップのもので、髪の毛がサラサラするのですごく気に入っています。最後に寝る前に歯磨きをしていきます。マレーシアではマイルとかコピとかたくさんね美味しい飲み物があって、ただ歯がね黄ばみやすくなってしまうので、友達に勧められたホワイトニング作用のある歯磨き粉を使用しています。今日も一日お疲れ様でした。これから寝たいと思います。最後までご覧くださりどうもありがとうございました。このチャンネルが面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、おやすみなさい。